三郷ストリッチファームのともちゃんと本ちゃんです。はい、今日はこちらにやってきました。はい、楽しみ。深谷花鳥カフェさんです。はい、はい、どういったお店なんですかね。ホームページを拝見したんですけど、お花や鳥さんを見ながら飲み物をいただける、お料理もいただけるというところです。はい、はい、楽しみですね。鳥さんたちとの触れ合いもできるみたいです。はい、はい、じゃあそれじゃあお邪魔しましょうか。暑いですね今日もね。素敵な絵が飾ってあります。全部鳥だね。そうだね。はい。じゃあ、はい、ぐるっと一周見させて、ぐるっとというか順番にかな。ピンクエリアの方に行きます。はい。涼しい。こんにちは。こんにちは。あら、かわいい。かわいいね。いや、なんか大きい鳥見られてるからすごくかわいい。はい、カラフルね。本当だね。めっちゃかわいい。あー、え、嘘。いやちょっとなんて幸せな空間なんでしょうか。こんにちは。かわいい。いいぞ。すごくかわいい。え、すごい。え、なんで、みんなこんな来るの。あ、ちょっと痛い。噛まないで、痛いな。ほら、ギャギャって言って驚いちゃったよ。穴が開いたんですけど。腕に。あら。え、超痛い。え、これほすごい、すごい楽しい。まだ開始1分も経ってないのに。ちょっと、長袖で来るべきだった。ああ。かわいいね。かわいい。あ、フードに移動した。超かわいいね。フンをしてもいいんだぞ。あ、うん、してもいいよ、別に。かわいい。痛い、ほんと痛い。最高。ね、君いいね。フードのとこについちゃってね。あ、肩乗り。かわいい。かわいいね。痛い、かま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 。痛い。あの、痛いからマジで、ね。血が出る。すごく痛いね。やめてください。やめてください。どっか行ってください。これは確かに。やめてください。怯える子に。やめて。痛い痛い痛い。指噛まれたけど結構痛かった。あの、やめて。痛そう。あ、噛まないで。どうしようか。降りて。こいつはどうやって降りれる。どっかに捕まらせる。ほら、行って。ほら、行きな。あ、行った。はい、ちょっとアクシデントがございました。はい。あら。お前最初のやつか。あ、移動してきたんだな。移動してきたね。痛っ。うん、結構痛かったね。明日俺鳥になってるじゃないの。もうまた来た。噛まないであげてください。はい。人懐っこいのはいいけどな。うちに行く。はい、行こう。はい。はい、こんにちは。あら。いや、すごいね。ベニガオメキシコインコだって。ヘアなんですね。人に対して攻撃的な時期があります。すごいね、顔がこんなに赤い。くちばしも爪もなかなか立派ですね。あれ、この子はカワセミ、笑いカワセミだって。ああ、ホームページに。カンタ君だって。この子大丈夫。暑いんですかね。あそこにハト君いるけど。あれは野生。今でハトなんだ。なんかあいつが泣いてない。ハトじゃないんだ。ハトじゃなかった、ごめんなさい。フラミンゴ。すごい近く。いや、すごいね。すごいピンク色だ。わあ、綺麗な羽。真上からフラミンゴ撮れるなんて、ね、あまりないですね。フラミンゴもやっぱりあそこがかかとなの。うん、色がついてる。赤いボコになってるところ。カモの餌があるのでちょっとやってみましょうか。やってみよう。100円でカモの餌が出てる。この子たちはカモじゃない。アヒルか。あー、ちっちゃい。いいね、かわいいね。かわいすぎる。あらカルガモかな。かわいい。かわいい。すごく興味津々。こんにちは。どうした？あ、
込まれても痛くなさそう。かわいい。全然痛くない。なんもないよ、なんもない。かわいい。ごめんね、餌じゃなかった。カモの餌を。でもこの子たちは食べないのか。よいしょ。食べないのかな。かわいい。ああ、最高ですね。こんにちは。え？ダメだぞ、お前も糞を食べちゃダメだ。なんもないです。なんもないよ。いいね、素早いね。パクパクパク。痛くなくていいね。ね、さっきの子たちは大違い。俺らもなんか言ったって。ほら、糞ついてるし。今は元気だな。ああ、かわいいね。ああ、幸せ。全然痛くないよね。全然痛くない。あの、電動歯ブラシみたい。そうそう。カワセミが動いた。え、あ、動いた。あ、動いた。元気になった。よかった。こんにちは。バチバチしてたんじゃなかった。面白い子でもですね。頭が大きい。カンタ君。生まれつき飛べない子で足を悪くしているので、別で飼育してますって。たまに泣く時がありますね。あー、君たちは可愛いな。電動歯ブラシだ。うんうん。ブブブブ、全然痛くない。さっきのやつだとは面白い。あと3分で始まっちゃう。そうです。ここどうなんだよ。おりますよ。地獄じゃねえか。足元気をつけてね。踏まないでね。はい、踏まないよ。これから猛禽類のフライトショーが始まりそうです。なるほど。14時から。
あとこの指差し先あたりをご覧ください。目の輪郭部分にですね、ギザギザした構造が見えるかと思います。この構造を日常と言いまして、このギザギザのおかげで人たち周回不妙に進化することができました。続いては大型のミミスク、ベンガルワシミスクをご紹介したいと思います。羽を広げるとですね、1.5 メートルに含まれる強力な爪にもご注目ください。そこから登場してもらいますと、じゃーん、おー、はい、こちらが登場してくれたのがベンガルワシミスクの名前はシロと言います。よろしくお願いします。今日ですね、黒たちの羽についてご紹介したいんですが、続いては黒たちの羽についてご紹介したいと思います。こちらの羽ですね、ご覧いただきますと綺麗な羽色の羽を見るのがお分かりいただけるかと思います。それではちょっとケーク、ちょっと戻る気がないので、最初の方を終わりにしたいと思います。
最後までご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。暑いよね。はい。いや、暑いよな。暑いよ。はあ、はあははあ、言っとる。よし。